MacBook が出てから私ねヌードプロテクトをすぐ貼りまして、えー、使っておりました。でまあ日常的に持ち運んだりもして使っていたんですが大きな目立った傷はありません。ただこちらにですね小さな傷だけがございます。かといって裏面もね特にそんな傷は。 なないかなという感じですはいといとうことでこちらねヌードプロテクトなんですがまず iPhone の、ね、価格を見ていきましょうこちらオールヌードに関しては3980円からということですねで表面のねスクリーンをディスプレイの方をねガラス仕様にしますと5980円ということになります多分ねこのガラス仕様の方はちょっと2000円高くなるということで 個人的にはね a z o n とかを見ると1000円以下でかなりいいガラススクリーンが購入できるので個人的にはどうかなというところですただヌートプロテクトに関してはあの先ほどもね言った通りかなりいいものになりますなのでディスプレイだけやらないでディスプレイだけちょっと自分でね ガラススクリーンを買ってもいいのかなと思ったりしましたあと、えー、iPad に関しては iPad の価格がですね iPad というかまあミニタブレットになってますねミニタブレットの価格に関しては、えー、6980円がオールヌードディスプレイ側を、えー、ガラス仕様にしますと7980円となぜかねこちらは1000円しか変わらないんですが iPhone とかの電話の方は2000円変わってしまうというちょっと変わった 価格差になっていますでですね、まあ、パソコン Mac とかですねだとオーールヌードで1万円程度になりますうーんとまあケースの方が安上がりは安上がりですね。でですねあと、えーまあ、こういう Mac に関しては特にあのケースを買ってスリープケースも買って保護 ケースも買ってシェルカバーですね。もう買ってやった方が圧倒的に価格は安いです。ただタブレットもそうなんですが iPhone ぐらいの大きさだったらケース等をつ、ね、けてもね重さはあまり変わらないんですがタブレットとかこういったね MacBook とかになると外のねシェルカバーとかつけると意外にね重さが増すんですよなのでまあ9800円、まあ、1万円弱 とというとちょっと高いんですが長く使う場合まあ売る時もそうなんですがきれいにね使えるのでこれは結構おすすめかなと思いましたうんスクラッチにも強いのでヌードプロテクトはかなり個人的にはおすすめですただ1点ディスプレイに貼る場合はちょっとスムーズにね動かすことがなかなかやっぱり素のものと比べると 難ありなので僕はやっぱりガラスフィルム貼ったりなしの方がいいかなと思います特にあのゲームで素早い動きが必要とかになると引っかかりが出たりするのでそこら辺はね注意が必要です。ヌードプロテクトかなりおすすめなんですが実はですね他社ヌードプロテクトではないんですが他社でね アメリカの会社だと思ううんですが、D、ブランドっていうこれ僕個人的におすすめなんですがブランドがありましてそこはですねいろんなスキンを作ってるんです、ね、まあクリアはなぜかないんですが、えー、D ブランドが使っているのは、まあ、3M っていう皆さんご存知 3M だと思うんですが、えっと、カーラッピングとかに使われるものですね。のものを iPhone とか。 えー、スイッチとか XBOX とかパソコンとかに貼れるものを作ってるブランドなんですが D ブランドそちらの方がね価格が安いんですよで一応日本にも配送できます、えー、ざっとね iPhone の価格を言いますとえー、っとバックスキンが 12ドル12ドルなので、まあ、1400円ぐらいかなでいろんなモデルいろんな色とかがあるんでそれで選べますそしてまあフロントはないんですがフロントはまあガラススクリーン合わせても、まあ、2000円弱なのでかなり値段を抑えられますそして 3M のそのカーラッピングので使われるものと同じものなので強度はかなりあります多分 これは私の予想ですがこのヌードプロテクトに使われているこの素材も多分カーラッピング等でエッジとかにね貼るシールがあるんですがクリアのと同じようなものじゃないかなと思いますなので多分この D ブランドが出しているいろんなね色のスキンも同じだと思いますただ D ブランドは1つ難点がありまして自分で 貼らなければいけないというところが少し、えー、デメリットではあるんですが貼るのもね、ドライヤー使って伸ばしながら貼るので結構見た目はね綺麗にできますそんなに難しくありませんなので価格を考えるとクリアじゃなくていいんだったら個人的には D ブランドをお勧めしますそしてその GTK さんに一つ言いたいのはなぜ iPhone のグラス,スクリーン とオールヌードの価格差が2,000円でタブレットの価格差が1,000円なのかっていうのが一つ疑問と GTK さんももし 3M とかを使ってるんだったらぜひね空張りを作って好きな色に張り替えれるもちろん在庫を抱えるのでヌードプロテクト1本っていうやり方もわかるんですがぜひねカーボン調とかマッドレッドとかいろいろ作ってもらえるとえー いいいのかなと思いましたそしてねこの D ブランドと比べても価格差はねかなりあるのでそこら辺がねなんかなと思いましたそしてね D ブランドに関しては全国発送ができますそこら辺が強い GTK さんは、まあ、愛知県に住んでる人はいいんですが住んでない人の方がね46都道府県の人は、まあ、住んでないのでまた別になっちゃうのでそこら辺がどうかなと思いました。 マックブックのスキンに関しては価格がねまたかなり安いんですよ高いものになればなるほど D ブランドの方が安くてトップだけでまあ一応25ドルになってますでトラックパッドとかまそことかも選べるんですがまあ大体全部合わせてどうだろう56,000円で D ブランドの場合は全部揃えられます もちろんクリアがないのでそこら辺が一つ難点なんですがクリアさえもし向こうが出したら圧倒的に価格差が出ちゃうので GTK さんもうちょっとねもうちょっと頑張っていただきたいかなと思いましたそれではね結論としましてヌードプロテクトどういった方におすすめかって言いますとまずこのアップルが誇るデザインをね生かしたい方にはねすごくおすすめそして自分でね 貼るのが苦手な方にもすごくおすすめになりますただ一点ですねこれヌードプロテクトスレスクラッチには強いんですが衝撃には弱いのでスリーブケースとかに入れて持ち運ぶ必要はありますという点だけね注意していただけるといいのではないかなと思いましたヌードプロテクトぜひ、ね、使ってみてくださいという ことです。